お土産忘れんなよ。行ってきまーす。行ってらっしゃい。楽しんできなさい。私、ハニハルカ14歳、乙女座。今まで結構平和な家庭に生まれて、それなりに育ってきたつもりだけど、でも、最近まずいの。まずいって、命がまずいみたい。お医者さんがお母さんとお父さんに、どうしても話したいことがあるんだって。こんなの、ほどのバカでも気づくよ。まだまだ大丈夫って思いたい。でもダメみたい。命がもう私の命、私の時間。沖縄行きを単なる仲良し旅行だと思ってんのか。違う、断じて違う。未熟な人間性を叩きのめすための学びの場なんだからな。はるかちゃん知らない？そう、はるかちゃんどこ行っちゃったんだろう。ありがとう。はい。あの、私 A 組のハニハルカ。あなたは？アミ。B 組、義堂亜美。あれか。そう、運命の巫女さん。お願いします。私の命。はるかちゃん！ともきちゃん。どこ行ってたのよ。なっちゃん沖縄すっごい張り切ってるんだから、遅れたりしたら暴れちゃうよ。え、もうすでに暴れてるけど。まずいよ。ふにふに、どうすればいいのであるか。安定、次元波動領域の影響問題ないレベルだふに。開局率大である。やっこさんおいでなすったのである。えへへ、蹴散らしてやるんだから。ほら、もう並んでるよ。そんなに焦らんでも。先に行ってていいよ。ダメ、また勝手にいなくなるし。たまきちゃんって私の嫁？違うわ。はあ、やっと参ったよ。ここを抜ければ次元の出口まですぐだふに。うわっ、新手なの？あにゃThank you.
花火大会。そう、エコロジーシーポートランドだ。すごいね。よし、窓側席は早い者勝ちね。って、どうしてそうなる。ごめん、何やってんのよ。大丈夫ですから、どうぞ。はるかちゃん、はしゃぎすぎだよ。ごめん。でもさ、はしゃぎすぎ。よし、出発だぞ。ちゃんだよね。え、知り合い？うん、はるかちゃん知らないの？結構噂なのに。え？あ、ごめん、忘れて。なになに、教えてよ。
私は一体。出しさねば。いる、いる、いる。あにゃ。何がどうなっているのか、というか私は今どこにいるのか。Yeah!
ちゃん。心の玉をよこせ。心の玉。してんの？私たちもですけど。あなたたちは、アミちゃんに、ゆかりちゃん。いやー、まさかやつが特定してくるとは思わなかったのである。それだけ本気ってことなんだね。皆さんお疲れ様だ。ふに、それじゃ改めてご挨拶だよ。はじめまして、はるか、アミ、ゆかり、僕たちのハルプリンセス。